こんばんは。いや、そのね、もう、まあね、前々からね、雑談配信とかでずっと言ってた、ちょっとドラム式洗濯機をね、まあちょっと10万人いった、記念にね、記念というか ご褒美にね、そう、ちょっとドラム式洗濯機買おうかなっていう。もうね、買おうとしてるのは決めてんだよね。東芝のザブーン買う。うん、一番有名だから。勝手に端数切ったり。いや、端数切るはさ、もう、当たり前じゃん。端数切るは。端数切らない店員がちょっとおかしいじゃん、もう。もう端数ってさ、家電量販店って端数って切るものだもんね。うん。俺、それがもう当たり前だと思ってる。いや、まあまあ、でも、みんなありがとう。ちょっと頑張って、24万とか、まあ23万とかで買えるように、ちょっと頑張るわ。ドラム式洗濯機ね、僕買いました。うん。ドラム式洗濯機買いました。じゃあ、まず、その1日話そうか。うん。まずね、昼ご飯秋葉原で食べて、まずね、ビッグカメラ行ったんすよ。ビッグカメラ。そしたらね、僕が欲しかったドラム式洗濯機、まあ、東芝のザブーンの最新型っすよね。27万円でした、もともと。もともとね、27万だった。で、そこで、やる気のある店員さん探して、みんなが言ってたでしょ？やる気のある店員さんが、やっぱ、下げてくれるっていうね。その、売上目標を目指してる店員さんの方が下げてもらいやすいって言うから、本当にね、もう目バキバキの店員さんに話しかけたら、すいません、つって。そしたら、はい、つって。これって僕今もうこの機種をね、この機種を買おうと思ってるんです。絶対今日買おうと思ってるんです。みんなに教えてもらった通り言った。これ買おうと思ってるんです。いくらまで下げますか？つって。わかりました。もうその時にもう目バキバキだから、もう本当に、こいつは買うなっていう目で見てたの。本当に、これを冗談抜きで、こいつはマジで買うなっていう。そう。で、僕も本当目バキバキで、マジで買いますっていう。そうじゃないと店員さんに失礼だから。そう。わかりました。じゃあちょっと、聞いてきます。つってね。後ろに下がったわけ。で、帰ってきて、今、ちょっと上司と話してきました。本当に、これ、マジ、冗談抜きでね。こうやってたの。これマジ、これ本当、嘘じゃない。嘘じゃなくて、本当に、もう、ちょっとね、やる気ありすぎて、もこんぐらいになりますって。24万まで下げれるって。やばくない？これ、そう、携帯で。俺らの目標だった24万円がすぐ出たの。で、うわ、安っと思って。で、それとは別に、まあ、洗濯機の回収費用で5000円とかかかる。すっごいね、俺気持ちよかったの。ビッグカメラすげえなと思って。から、秋葉原のビッグカメラからヨドバシに行ったの。そしたらヨドバシでは、定価がね、27万5000円だったの。5000円高かったの。まあ、いろいろね、ビッグカメラのやる気満々店員さんを見ちゃったからか、ヨドバシまず、同じ方法で行ったの。これ、マジで今日買おうと思ってるんですよ。この機種。これ、東芝のザブーンの一番新しいやつですよね。これを僕買おうと思ってます。これ、いくらぐらいまで安くなりますか？そしたら、わかりました。聞いていきます。つって、うーって。聞いてきて、帰ってきて。うん、じゃあ、まず、ちょっと説明させてください。つって。27万5千円。こちらを、ヨドバシのクレジットカードを作ってくれれば。そうすると、26万円まで下げれます。つったら、ん？って。まずそこで、これは。やっぱ目バキが言ってた、ビッグカメラ目バキの店員が言ってた、24万っていうのがあるから、26万。ん？でも、ヨドバシのクレジットカードを持ってれば、10%還元だろ。だから、実質、そっから2万6千円引かれて、だから、23万4千円とかになるよね。うん。23万4千円になりますって、言われたときに、すっごいね、説明が長かったの。説明が長くて、全然下げられなかったから、俺もすぐ話聞いて帰ったの。みんながさ、だらだら喋るの良くないっつったから、もう早めに切り上げたの、俺。もう、あんまりさ、長い間、ごねるとさ、こっちも気持ちよくないし、あっちも気持ちよくないじゃん。だからもう、わかりました、つって、パッて切ったの。で、ああ、じゃあどうしよっかな。あ、じゃあ上野のヨドバシカメラ行こう、つって。そっから、上野のヨドバシカメラ行ったの。で、上野のヨドバシカメラで、お客さん少ないのよ。あそこちっちゃいし。で、いろいろ、
ちょっとここだともうちょっと下げてくれんのかなと思って聞いたんだけど、全く同じだったの。そう、どうしようと思って。ヤマダ電機行くかってなったの。ヤマダ電機に行って、衝撃だったんだけど、税抜き価格が22万円で、税込み価格が25万円だったの。やばと思って。安っと思って。で、まあみんなが教えてくれた、やる気のある店員は値段下げますよって話ね。ヤマダ電機で探す暇なかった。え?みたいな。彼女と二人で、え?これそう ?25 万安くない?つったら、もう横でこうやってた。マジで。あのね、多分60ぐらいのおじさんなんだけど、もうすってて。本当にもう、ガングロおじさん。60歳ぐらいのガングロおじさん。で、あの、ビブスとかシャツとかも全部白いから、特に黒く見えたおじさんなんだけど、まだお安くなりますよ、つって。え?と思って。え、本当ですか?つって。あ、じゃあちょっと安くしてもらっていいですか?つって、わかりました。じゃあ聞いてきます。つって、パーって来て、帰ってきたの。そしたらね、あの、こちら表示されてるのが税抜き価格で、税込み価格なんですけど、って言ったから、うわーっと思って、やっぱあんま下がんないのかなと思ったら、あの、税込み22万5千円ですって言ったの。え?税抜きの価格よりも下がるのっていう。税抜き価格が22万9千円ぐらいで、税込みで25万だったの。で、え、22万5千円?え?何も頑張ってないのに。何も頑張ってないのさ、22万5千円。やばいよね。でもね、俺ね、今なんかした?今まで。何もしてないでしょ。勝手に行って、勝手にガングロの店員さんが安くしてくれたのよ。このままでは帰れないと俺は。このままでみんなに持って帰ったら、いやいや、お前それ店員さんがやってくれただけじゃん。っていう話になるじゃん。俺ね、端数切れませんか?端数切れませんかねやっぱみんながさ、電気屋は端数は切る。電気屋は端数は切るっていう話来てるから、ちょっと5000円切れませんかねって言ったろ。そう、言ったろ。そしたら、わかりました。ちょっと確認してきますって。パーって言って。で、まぁ、5分もいかないぐらいかな。帰ってきて。わかりましたっつって。端数切りますっつって、端数切ってくれたろ。で、22万。しかもね、ヤマダ電機、設置代も含めて、22万。やばない。で、しかも、なんか彼女が、ヤマダ電機のポイント9000ポイント貯めてたから、実質21万1000円だった。二人でお会計してるときに、ビッグカメラの店員さんに申し訳ねえな、つって。だからなんか次買いたいもんあったらビッグカメラ行くわ。そう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 。いや、マジで、ほんと一日中、いい買い物したなーって。いい買い物したなーって思って。で、ネットの値段調べても21万とかだからね。だから変わんないの。で、しかも設置料金タダでしょ?そう。いや、池袋はね、なんだろうな。でね、俺が買う時にはもうその店員さんいなかったのよ、ガングロのおじさん。だからね、妖精なんじゃないかな。ヤマダ電機の妖精なんじゃないか、池袋の。あんな白い服、あの人しか着てなかった気すんだよね。いや、マジで。なんだったんだろうな。あの人が歩いてるとこ見てないか。ちょっと浮いてたかも。まあ、結果、まあ、ポイントはもともと溜まってる分抜くと、まあ、22万で設置代込みで買えたよっていう。いや、皆さんのおかげです、ほんと。うん。